ネモケンの指導で体重移動を利用して小回りができるようになった重田。しかし重田のコーナリングにはまだまだ不安要素が。それは右コーナーがどうしてもうまく曲がれないというもの。左コーナーはうまく曲がれるのに、これは一体どうしたものか。早速ネモケンにその原因をレクチャーしてもらいましょう。はい、じゃあね、はい、なんで右の方が曲がりにくいかっていうのをね、はい、ね、ちょっと、実験してみようね。また例によってこうやって肩幅まで足広げてください。はい、ね、はい、でちょっと左の膝をちょっと曲げて、うん、はい、ここで今体重そっちに乗ってるよね。はい、ね、じゃあまっすぐ戻って、まっすぐ戻って、はい、せーので、その左の足を曲がるとこまでドンと体重のこと、はい、せーのドン、はい、はい、もう一回せーのドン、少し勢いよくせーのドン、まあ、止まってるよね。はい、はい、はい、じゃあ同じこと右でやろう。せーの、心もとないよね。なんていう感じね、きちっと止まんないでしょ。はい、はい、ね、これはどうしてあなたが軸足を左にあるから。うーん、ね、人間は軸足というのがあって、はい、いつもどっちかを、実は両方の足なんだけど、はい、どっちかを基準にしてるのね。はい、であなたはいつも左足を頼ってるわけ。それが軸足なの。はい、左足だけに体重をぐっと乗せても安定して立っていられるのに、同じように体重を右足だけにぐっと乗せると不安定な片足立ちに。こうなってしまうわけは、重田が主に体重を乗せて軸として使っている足が左足だから。なので軸足ではない右足に急に体重を乗せると不安定になってしまうのです。これから例えばね、階段があって、はい、一段一段がこう段差の高いやつ、はい、大きなやつ、はい、だと多分右足出すんですよ。右足を出していつでもやめられるように左足を残しておく。へえ、こういう深い階段だと、はい、それでは実際に段差の高い階段で試してみましょう。ここから降りようとするときに、ほら絶対にそうでしょ。意識してないの、いや、でも分かんないですけど、こんだけ高いと左足から出ようとしないだろ。いや右ですね、間違いなく。絶対だ、そうだろ、間違いなく右です。逆から行こうとしないでしょ。しないですね。だって右足残ったらこんだけ段差あるから体重乗せられないから、ほら嫌だもんね、なんかプルプル。そう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 、右ですね。そう、高い段差を降りるとき、体が不安定にならないように無意識に軸足を残して反対の足を出してしまいます。逆に低い段差の場合はすぐに軸足で体重を支えようとするため、軸足を先に前へ出そうとするのです。この実験をすれば自分の軸足がどちらにあるか簡単にチェックできますね。今やってみたいに、だから右足は普段そういう時の何かあった時にドンとこう耐えるものに慣れてないから、こうやった時にはっきり体重支えられないと、はいはい、ね、はい、なんかブルブルプルプルブルブルってしてます。ブルブルってしてるよね、はい、してます。そう、それをあなたの体から上は染みちゃってるから、はい、左へ行く時は、ね、別に足つくわけじゃないんだけど、左へ行く時は左側だから安心して体重を乗っけられるんですよ、はい、なのに右へ行く時は今のあれと同じでそーっと行くんだよね。いつでも戻れるような格好になるんだ、はいはい、だから右はちゃんと曲がらない。へえ、なるほど。これでも体に染みついちゃったものをちゃんと回れるようになるんですか。うん、だからでもバイクは動作でしょ、はい、動作だからそれをなんとか右でも同じようにするようにするんですよ。最初に話したみたいな、左でやってることを右でやってる時に、ああできたらできたないって体重抜くっていう、その体重の移動ができてない。それを左に習ったことを右でやろうとすればいいので、そしたら上手に曲がれます。そうそう、分かりました。軸足がどちらなのかをチェックすれば、自分の苦手なコーナーがどちらなのか明確になるはず。苦手が明確になればあとはそれを克服するだけ。一歩一歩上達していく実感が味わえればもっとバイクが楽しくなりますね。重田のビギナー脱却はいつの日か、乞うご期待。